できる。夏休み来たー。来た来た。よ。おはようございます。夏休みです。トリックです。よし。です。来てないですか。よっ。プランターが見える。あれ、なんでも見えてんだ。ちょっと待ってください。現在地と。いや、まだ出てないな。もうオンになってますね。おはようございます。配信開始を一応押す。お、ゼロになった。なんでこのタイミングで。ちょっとちょっと。まさかのネットワークがなんか。なぜ遅くなる。勘弁して。もうちょっと離れます。よいしょ。あれ？どうなってる？よいしょ。一気に。乗り速度が。あ、エラーになった。待てよ。FMLEがいきなり最初からダメか。あ、行った。どうだ。100。あ、あった、あった。なんだろう、今スタートした瞬間に上り速度ゼロだったんですよ。こっちのコメント、あの運営コメすらいかない状態で、すみません、お待たせしました。来ましたね。できないです。ですね、今日はまだちょっと蒸し暑いですね。あの一応荷物先に送って、今日ありがとうございます。今日着る分だけしかもう衣類持ってきてなくて、あ、今21度で出てますね、あそこ。あ、一応オンにしました。ありがとうございます。たまに忘れますからね。最近はだいぶ忘れなくなったけど、ちょっとあそこ
気温写真、よし。名人、高橋名人って何の話で、今ここ来てないですかね、まだ。21度、いや、まだ寒くないです。蒸し暑いくらいですね。そう、今の人自転車乗り、さっきすぐそこの荷物じゃない自転車組み立てた場所でしばらく一緒いたんですけど、放送開始してたんで声かけられませんでした。そう、寒さを今回警戒してます、かなり。内高校、あ、今ここ行ってないですか。おかしいな、熊っぽい。さっきの人、野外料理、ああ、多分あると思いますけどね。飛行機できました。荷物先送ったんですけど、あの人旅行者、荷物はまあまあかな。ですね、ちょっと待ってください。今ここ先出したつもりなのにな。エラーになって、あ、そもそも位置情報サービスオンにしてなかった。あと5秒で行きます。マウンテンはですね、一番の心配は、あの輪行の時にいろいろ面倒が起きそうだったんですよ。ディスクブレーキのディスク、ブレードでしたっけ、ローターでしたっけ、あの円盤が歪みそうだったんで。よし、行った。これで行ったでしょう。いや、当たる。 iPhone、 あ、放送減ったのはですね、8月はなんと一度も走ってません。休みになるたびに行く場所思いつかなくて、やる気が出なくて。カメレオンテは、そう、しばらくあのクロスバイクはどうしたどうしたってずっと言われてた、あの自転車です。何泊、8泊9日です。今ここ大丈夫ですね。あとですね、今回皆さんにはちょっとこれカメラから見えないんですけど、稼ぎ時でもないんですけどね。で、今あのいつものスピーカーを、あの100均のスピーカーを横にくっつけたヘルメットなんですけど、そこから皆さんの声聞いてるんですけど、あのこの通り、わかりますかね、音量調整可能になって、人混みの中もつけたまま歩けるようになりました。この間あのマロさんからなぜか幼少さん経由であの送ってもらったので、うつ病ってわけでもないんですよね。なんか今あの どんな感じになったか分かりましたかね。ボリュームのスライドバーがついた100均のスピーカー、あんな小さいスピーカーの中に工作してあるんですよ。すげえ。マロさんのツイッター見ると分かるんですけどね。夏休み取るタイミング意識したのはですね、昨日までちょっと一区切りつけなきゃいけないのがあったんで。よし、そう、スライドバー、また止まった。どういう発言しても、まあ突発的なのには対応できないけど、またか。何で止まった。あ、FMLE だ、嘘。FMLE が今日は調子悪いな。あ、行った。なんだろう、なんか FMLE がしょっちゅう止まる。あ。FMLE が止まってしまいます、しょっちゅう。接触ってことないよな。この間交換したばっかりだし、ケーブルは。帯広の、そうですね。ただ帯広の市街地には今日は行きません。あの帯広の市街地に行って、六花亭有名なんですけど、龍月っていう柳月と書いたお菓子屋さんが有名なんですよ、こっちは。あの六花亭と龍月によって支配されている地域なんですけど、帯広っていうのは。その店はですね、今日のルートには一切ありませんでした。本当に帯広の近くだけなんですね、この辺りであるのは。バターサンドと、あとあのなんだっけ、ドライイチゴホワイトチョコも食べないです。顔こう見えるかな。そう、北海道久々です。何年ぶりかな。99あれ9違う違う、2000何年だっけ。最終目的地、実はですね、青森の方に渡ろうかと思ってます。途中から苫小牧から八戸までフェリーあるんですよね、シルバーフェリーっていう。しかも昼出るやつとか夜出るやつとか1日4本あるんで、やつ。あ、そうだ、あともう一つですね、今日はあの 3D プリンターでのサービス使って印刷した、あのこの GoPro の
で、これ向こう人いないよな。この GoPro のですね、フレーム、あのマウントのフレームが 3D 印刷サービスを使って出力したやつなんですよ。ネットで、ネットでクリエイティブコモンズライセンスで公開されている 3D データを使って、あの GoPro の、 GoPro のそのケースというんですかね。そうそう、あのすみません、ちょっとあのコメントどこに行く、どこに行くってすみません、コメントが今対応できない状態ですね。そうで、この 3D プリンターを使ったこのマウントがどのぐらい丈夫かっていうのも今回テストしようかなと。一応命綱つけてます。 GoPro 本体にあのテグス巻きつけて。よし、何の格好、プリントサービスなんですけどね、私はプリンター買ってないんですけど、軽くなった前、私が自作でやってたのよりは数グラム重いと思いますけど、まあ誤差ぐらいです。かっこ悪い言うなよ、かっこ悪いって、かっこ悪いこと分かってんだから、本当のこととか言うなよ。うん、それだテント、もう何年前でしたっけあれ、5年前4年前か。あ、またなんで、なんだ、チタンの走りたいんですけどね。何がまずいんだろうこれ。ビデオデバイスがおかしい。あ、またつながった。あー、やばいな、ウェブカメラかこれ。いや、走った方が。カメレオンっていうのは輪行の都合でちょっと、ビデオウェブカメラみたいですねこれ。ウェブカメラのどっかの接触かな。あー、この辺りか。やばいな、この辺りの問題か。といっても実はこれ今回予備持ってきてるんですよね、白いやつ。ああ、これやばいな。よっ、よし、ここ、この辺りっぽい、この辺りっぽいですね。電波じゃなくて、この白いジョイントの、この、これが原因じゃないかなと思います。今、ちょっと動かすと、ちょっと待ってください。もう一遍テストしますね。これ、ちょっと今、ぐにゃぐにゃしますから。10分。あれ？問題起きないな。音も、あ、まあ、ひとまとめなんです。あの、FMLE だと。あれ？問題起きないな。まあいいや。とにかく動く、あの、問題の場所がなんか動かなきゃいいはずなんだから。じゃあとりあえず行きます。さて、久々に、おお、危ねえ。今ここ、原因わからない。今回9日間と思ってます。また止まった。下向くと、ああ、キリがないなこりゃ。コネクタ、この PC まだ大丈夫なはず。ウェブカメラだなこりゃ。思いやられますね。どこだろうな。どこだかわからん。下向くとダメって言ってましたよね。今ここ止まるのはおかしいな、関係ないはずですけどね。下向くとダメ？何の、どこがどうなってんだこれ。下向いても一応大丈夫みたいですけどね。朝ごはん食べました。羽田空港で、うどん500円、天ぷら160円、おにぎり200円。本当に 3D プリンターで出力したあのマウントっていうんですかね。ポタファイ、いや、こんなにすぐにどうこうならないと思うんですよ、ポタファイの方だと。
今ここが、あれ、ちょっと待って、今コメントこれどこ見てるんだ。八泊です。今来てますか？今来てますよね。8泊9日です。今来てますか？今来てますよね。来てるって言ってくださいよ、早く。早く。あ、来てますね。ありがとうございます。あ、はじめまして、いらっしゃいませ。今ちょっとトラブル続きでございます。じゃあ行きますか、もういっぺん。原因がわからんな、これ。いや、でも念のためにこれ交換しとこうかな、ここのところ。切り分けのために。ちょっと、今、自転車そこらに立てかけて。今回泊まりが多いと思います。夜寒いみたいなんですよ、こっち。10度切るみたいなんで。よっと。8泊、失職。実食みたい。今日宿です。昔泊まったことがある。空港前、そうなんですよ。ここからは自炊道具持ってきてます。あ、持ってきてますっていうか、今、黒猫大和さんの手の内にあります。そう、冬、夜は寒いみたいです。あれ、交換のやつ持ってきたよな。どこ行った？そう、去年も遅かったっけ？これ、交換用。あ、放送。ちょっと待ってください。これで、パソコンちっちゃいんですよ。熊対策は特にしてない。あ、違う、これもう一つの方だ。左右セットのもう一個の方だ。最終目的地は多分ですね、青森に渡ると思います。営業所、そうかもしれないですけど、この実はですね、帯広周辺、帯広市内は多分あるんだろうけど、帯広市から南の方に向かうとないんですよ、宅急便の営業所が。あ、おはようございます。どこ行った？どこ行った？ちょっと待った、これ深すぎて取り出せない。どこ行った？メロさんはこっち来てるんですか、今。豚丼は確かに帯広、そうですね。ちょっと待って、これ中今全部ザード出すのは怖いな。マリオさん、札幌のちょっと左上あたりですよね。15分経過。いや、焦らない、焦らない。せっかく遊びに来てんだから、のんびりしないと。ダメだ、やっぱり。あったあったあった。熊。温泉、今日、晩成温泉っていうところに、宿のツアーで行くんですけど、夕方5時からなんで間に合わないかもしれないですね、もしかしたら。空港で一泊可能性ある。その可能性はある。よっ。そうそう、8泊あるから。でも、昔旅行してた時はもっといろいろ焦るというか、楽しむことを頑張ろうとしてたな。今はそれすら頑張ろうとしてない。よっと。よし。じゃあ、これでですね、これで、帯広、市街地は前通過したことあるんですよね。じゃあ、また止まってる？これ。止まってるな。USB ジョイント交換しますと。これでどうかな。いや、これはかなり持ちましたけどね。とりあえず交換してみました。これが交換で、取り外した方、このやつです。これはでも結構持ちましたよ。もう何年使ってたかってぐらいの。前、100均のこういうやつ使ってたんですけど、100均のやつはもう数日で壊れたりしたんで。あ、どうでしょう。今、これ何ですかね。
さて、これで問題が改善するかどうか。PC をしまいますよ。PC しまうあたりが一番の勝負。とりあえず、これで、どうかな。で、交換したやつは、また混じってしまわないように。どうですかね？どうですかね？ OK?OK? まあ、まだわからないですけどね。とりあえず、こいつは、壊れた可能性があるんで、印つけてから、こう。無事しまった。なんでそんなとこに、そんなとこにその乗り越えなきゃいけない壁が。で、今ここですよね。なんだろうな。今ここが落ちる原因はないと思うんだけど。ちょっと待ってください。一応現状確認。あれ？また位置情報サービスオフになってる。なんだろう。なんかおかしいな。いつまでも止まってるから自動的に落ちたりしたのかな。もう動かないなら俺でやめるからっていう感じで。原因ですかね。赤いが、なんかそれ、確か誰かから聞いたような。1ヶ月前にコメントで聞いたのかな。どうでしょう。でも追わなくなったな、私は。最新のやつって見ようと思ったら結構大変ですよね、関東の方。私はオンデマンドで見る機会持ってないんで。よし、さて、どうかな。YouTube に上げる動画、ここからスタートさせようかな。ダメ？参ったな。ってことは、もしかしてウェブカメラの中で断線してんのかな。あ、デイリーポータル。関東ローカルは昔のやつやってますね。参ったな。どこが原因なんだろう、これ。どこだ、一体。手でこう触ってみても特に。今ケーブル周りをいろいろいじってるんですけどね。どこだ？ウェブカメラの本体の近くか？違うな。ケーブル触ってる。あ、これ違う。間違えた。こっちじゃない。こう、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 こう。なんで？ケーブルとか接触が問題だったら切り分けられそうなもんなのにな。わからん。走る。100メートル移動。ソコン。ここは帯広空港です。どこ？どこだ？勘ではどうにもならない、これは。関係ないっぽいですね。あなただけではありません。いや、この現象は初めてだな。とりあえず延長ケーブルプラスウェブカメラの状態にしてます。今とりあえずこれ外してみた。しかしこれは、どうしようこれ。この PC 後ろに回すとダメっていうのはよくわからないな。ん？触った瞬間？でもこいつの言い方してると USB の口がもうダメになるんですよね。延長ケーブルかな？でも延長ケーブルはこの先手に入れられる場所はないな。
ウェブカメラの問題だとしたら交換品はないですね。ていうかこのモデルもう売ってないしな。参った、どうしよう。様子見すらできないですね、今のところ。じゃあもう一遍ちょっと再現のために。景色的にはですね。で、この後ろに回すと止まる？止まりましたか？市街地には今日寄らないんですよね。帯広まで行ってくると往復50キロぐらいあるだろうから、宿に間に合わなくなるしな。どうですか？今動いてますか？まだ動いてますか？さて、じゃあここから体動かし始めますよ。うわ、嫌だ。あ、2分動いてますか？どこだ、延長ケーブルかウェブカメラか、なんかその辺りのどっかですね。問題なし。いや、多分これは全然解決してないですね。あ、いらっしゃいませ。ケーブル、延長ケーブルの可能性も確かにあるけど、でも割と新しいし、これ100均のやつじゃないんですよ。参ったな。ウェブカメラは今、アマゾンでどっかで買おうにも売ってないんですよ、すでにこのモデルは。行けるとこまで行きますかね。嫌だな。末吉、いや、末吉は残されてました。電気はないんですよ、この辺り。今日のルートだとその後もない。今日のルートっていうか、今日これから向かうのと、明日はえりもの方に向かうと思ってるんですけど、ないな、そういう店は。セイコマで USB ケーブルとか売ってりゃ別ですけど、さすがにそれはなかったと思うから。参ったなあ。あとはこの辺り、列車が走ってれば、自転車を置いてなんか買ってくるっていうのもあるんですけど、ヤマダ電機、何日間の9日間です。コンビニはセイコマートっていうのがあるんですけど、ホームセンター、この辺りでもそういう店確かないよな。ですね、帯広の、いや、ここまた切れた？でも今また取り出そうとすると、切れそうだから、延長。今本当に延長できたかな？今ここ、もう動かすのやめとこう。ちょっとしばらく、帯広空港周辺ってことで、ちょっとじゃあ、どっかこの辺り電気店ないか、一応Google マップ見てみますね。土地の人、ちょっと待ってね、電気店。なんか、山城、トラブル、いろいろ問題が起きてます。ウェブカメラがすぐにエラーを起こして止まってしまう問題が起きてますね。この辺りで電気店で検索すると、南の方にですね、サラベツのところに山城っていうカタカナのやつが出てきました。これって何？個人商店とかかな。ホームセンターだ。ホームセンターには売ってないだろうな、きっと。市外に出てしまうと宿に間に合わなくなるんですよ。お久しぶりです。あとはこの状態がだんだんそのケーブル周りが馴染んできて起きなくなることを期待するしかないかな。それか Android 配信に切り替えるか。ただ Android 配信だと今度はマウントの問題が出るんですよね。草津温泉は前行きましたね。帯広の市街地に行けばまあ多分大丈夫だけど、まあ最悪アンドロイド配信かな。そう、本当にこれ、帯広市街まで片道確か20キロぐらいあるんですよね。ちょっと待ってください。指定した地点24キロ、ダメな。ちょっと行ってくるっていう距離じゃないな。いけんいけん。
帯広市ですよね、市街地の方ですよね。それは山田電機か、山田電機一応検索してみようかな。そう、あの画質が悪い、特に悪いみたいですよね、私がやったのは。山田電機検索、出会いに来たい。やっぱり市街地の方しかないですね。あー嫌だな、いきなり不安材料が。23キロですよね。じゃあ予定ルート通りにまず行きますかね。いきなりなんか気持ち的にくじけてきた。北海道でちょっとそこまでっていうと5キロかな。5キロ、うん、近いな。行きましょう。嫌だな、嫌だな。あ、そうだ、今ここはあの手元のこの iPhone5 で出せば大丈夫だ。控え室なら、いや、もう私自身は旅行楽しめるんですけどね。でも配信もできた方が面白いからな。一生主、あのGPS 起動、あ、大丈夫です。たまに忘れてて GPS ログが取れてなくて死ぬほど後悔することありますからね。で、今あの YouTube に動画上げてるんですけど、それを、うお、それをっていうのはあの、まあちょっとこの辺り長くなるから後にしよう。ダンシングするとこのマウンテンバイクとクロスバイクの違いが、1ヶ月以上のブランクがあっても足にはっきりわかる。あ、こんにちは、あれです、龍月もやもや、あれです、ね、これがあの六花亭、あの六花亭と勢力を二分する龍月っていう、あのなんだろう、チェーン店というか、あの店ですね、お菓子メーカー平地で。このスタートするときに私はダンシングいつもしてます。で、あ、今なんてで、今ここ行きませんでしたか。 iPhone5 から出してみましたけど、あ、 iOS してないです、怖かったんで。70弱そんぐらいですね。チョコレートは六花亭の方かな。龍月は割と和菓子系な感じ。ん、何が違う。あ、クロスとマウンテンバイクはあのダンシングすると前サスペンションの有無によって、あの、あ、来ましたね。サスペンションのあるなしで足にガツンガツン来るかどうかが違う、ダンシングの時に。あ、ん、何何何、あ、ん、50キロ、あ、出てますね。よし、このまま切れるなよ、ウェブカメラ。うお、びっくりした。あ、体はまあなまってるでしょうね。今日峠はないです。せいぜい標高50とか100登るところはあったかどうかぐらい、はあ、じゃあとりあえず幸福駅行きますか、定番の、はあ、確かここからすぐ近く。クロスのが細いですね。クロスにしちゃ太いタイヤなんですけど、マウンテンよりは細いです。ふう、何キロ、今はですね65キロ前後ですね。あの、はい、会社の健康診断で最近ちょっと体重が増え気味でっていう話をしたら、身長168で、あの体重65キロぐらいだったらちょうどいいぐらいですよって言われました。それは病気をしないって意味でかな。ね、説教。タイヤは 32C です。問題なし、よし。さっきの何だったんだろう。帰りは多分青森に渡ってると思います。だから新幹線かな。あれ。龍月。最近なんか読み上げの声がかすれて聞こえるな。
内臓、ああ内臓どうだろう。肝臓はやられてないです、酒飲めないから。 0.66、 63キロ。じゃあそれより少し重いですね、やっぱ。あ、そうそう、最近青森に何とか行ってた、あの東北強化、東北強化年間だったんでしょ、ここ数年は。ん、何ですか音は。前でも同じスピーカー使ってて、これ多分音声オーディオデバイスの問題かな。あ、筋肉質ではないです、その点は大丈夫です。あの腹筋とか、あの体をなんですか、寝た状態から体を起こそうとするだけで腹筋がプルプルするような状態なんで。ん、何だこれが、北海道、もうちょっとかな、もうちょっと。あと思ったより寒くなくてよかった、ちょっと蒸し暑い。今日は屋内です、今日長袖なんですよ。八戸から、そうですね、十和田湖奥入瀬の方に去年あの近くまで行って行けなかったから、体脂肪率、いや標準以上はありますね。ん、出た、まさか、また止まったか。どうだろうと、電波じゃないんじゃないかな。ちょっとじゃあチェックしますかね。あ、大丈夫、よかった、よかった、よかった。帯広市街まではいかないんですよ、いきなり南下します、この後。あ、今ここもスピード、見通しと、見通しが悪いからスピード出せない、出してないわけではないので、画質はまああれですかね、あの速度が今遅いのかな、転送速度が。2.5インチ、2インチが5センチオーバーですね。あ、なんかあの雨マークはなんだ、お、いらっしゃいませ、はいどうぞ。朝晩で、あの今回寒さ警戒してます。のじ、あのじ、の、え、あの道の駅のとこはもうきび、なんだこれ、雨50キロ規制っていうの、雨が降ったらってことですよね、これ。あ、カメレオンテです。あのマウンテンバイクは、あのマウンテンバイクスリークです。北海道はこの矢印ですね。ふう、日帰りじゃないです、9日帰りです、9日帰りというとなんか語弊があるな、9日間帰り。あ、鹿と狐はありますね。狐はそんなに体数多くないけど、北海道は狐でもよく見ますね。で、鹿は全国でむちゃくちゃ見る、最近増えてて問題になってるとこ多いです。あれ、幸福駅この辺りじゃなかったっけ、あれ幸福駅どこだっけ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。予定ルートは一応幸福駅通るルートにしてたと思うんだけどな。現在地鹿鍋、今年は残暑、あれどこだ、もっと西の方か。ハンター、ああ、幸福駅、ああ、今ここ。あれ幸福駅がなんか検索しようとすると、あ、この先か、もっと西ですね。お昼ご飯どっかの市街地探してか、あと道の駅か。高速はどこだっけ、あ、鹿はですね、前伊豆で、伊豆、そうそう、ジビエ、野生肉、鹿ステーキ前食いましたけど美味しかったですよ。
個人的には牛肉とそんなに変わらないぐらいの感じでした。あ、タヌキはなんか匂いがどうこうって聞きますね。食べたことないから分からんけど。幸福インター線30度。あ、昨日の晩からなんか暑かったですよね。ちゃんとで、鹿はハントする人はハントは楽しいんだけど解体がめんどくさいんで、死骸をそのまま放ってたりするらしいですね、マナー悪い人は。よっと、あ、そうそう、鹿牧場で育てる肉の鹿肉っていうのを出してるとこもありますね。何がおいしく、先生、いや、そこまではまだ。北海道はさっき着きました。何を気をつけ、ああ、大切だ。あ、そのまま放置。ないんでねかなと、はあ、なんか妙に今日は湿度が高い感じです。あ、この度、あ、今やってなかったのか。え、北海道に、そうなんですか。うん、困った。カニ料理、はあ、あ、向こうの方の道が良かったな。まあ大体この辺り直線ですよね、道は。雪が、冬に雪が降ると、いかに直線にするかっていう方が車の運転楽らしいんで、だから途中にアップダウンがあろうとも迂回せずにまっすぐっていう。ん、乾燥注意報。ん、ロボさんですか、なんで。で、直線ばっかりなんで、そのカーブでスリップっていうのは減るんだけど、みんなスピード出すから事故ったらもう事故の度合いがひどいらしいです。予定コースに今日はちょっとだけ、せいぜい読売ランドの坂ぐらいです。え、脱線、列車ですか、雪を積む、あ、路側帯の、あ、この広いところがですかね。こっちの方は、十勝の方は積もりますよね、十分。うん、あ、何ですよねって、はあ、あ、しまった、向こうに行けばよかった今、はあ、脱線ですか、はあ、今のところウェブカメラ切れてないですね。お、いらっしゃいませ、久しぶりです。でも今日は機材トラブルが最初起きまくって、もう放送できないかと思いました。はあ、あ、いや、自販機はそんなでもないですね。直線、そう、毎年夏休みは1週間取ってますと。今日の宿は徒歩宿です。赤霊館というところ、赤霊館、はあ、昨日、ん、デコ車、あ、土地車か。今ここはもう一遍確認します。そう、赤霊館、昔一遍行ったことがあって、この間で予約するときに、昔 7,8 年ぐらい前に一遍行ったこと、来たことありますっていうふうに伝えたんですけど、自分の過去のレポート見たら11年前だった。11年前に一遍来たことあります。何日間、9日間です、9日間。この間 Z さんにも言われたけど、私の記憶で何年前とか言い方すると大体5割増しぐらいです。あ、5割増しというか、サバ読んで数年短いですね。11年前、もう少し一回り前ですね。あ、ひび割れ、ひび割れもですね、間にちゃんと埋めてあれば見た目ほどひどくはないんですよ。短くなっちゃいますね。教育、あ、いや、教育はオフにしてます。あと、いろいろ同じ文字列を何度も書くと
読まなかったりみたいな、いろんな対策をしてます。明日の道また忘れてた。まあどっちしろここで、ここしか通れないから。でこれですね、あの自動車道のところの、あの交差はこの辺り昔来た時はあったのかな、どうなんだろう、数年前ですよね。50歳はまだまだ遠いですね。おはようございます。ウェブカメラ問題は今のところ来てないか。そう、無料のところ結構ありますね。あー20年よ、もうすぐですかね、幸福駅。まだアラフォー、まだまだ。まだ50歳じゃない。郵便局時間がなんか、あの大泉さんっぽいな、その言い方は。宇宙が始まったのはもう何年も前とか、そういうこと言ってましたよね前。あで今なんて、北海道は何年だっけ、2009年に行った以来だから4年ぶりですかね。こうグリュック王国、あ美瑛は今回は寄らないというか、内陸の方とかも寒そうなイメージがあって、今回は道南ちょろっと走った後に、道南じゃないか、襟も周辺走った後に、あの青森に渡ろうかと思ってます。今はですね、意外と蒸し暑い、思ったより蒸し暑いです。そうそう、2009年、あ土地はむちゃくちゃ、あここだ、土地安いですよね。ちなみにテントはまだ今、あのそうそう、あの荷物のこと途中までしか言ってなかった。あの黒猫大和で19日の深夜に、水曜の深夜にコンビニ受付で荷物を送ったら、あの22日到着と言われまして、で、あの今日中には宿には着かない予定です、荷物が。で明日午前中ぐらいに着くので、それまで私は荷物待ち、あの宿で少し長居させていただいて、で、あ、なんてなんて、これが幸福駅跡です。ここは前、あの放送でも来て、あれ私は放送では来てないか、ここは来てないな。ソフトクリームはまだまだ食事はいいかな。いや、エリも、あ、そっか、エリもの座らしまだ見てないな。あ、そうだ、今ここ、うん、午前中12時、ちょっと待ってください、今ここ、今なんで落ちてる。また位置情報サービスがオフになった。これなんだろう、位置情報サービスが勝手にオフにされるのは。そうそう、隣、あの一つ向こうが愛国駅っていうのがあって、そっちはなんかこんなに観光地じゃないんですけど、前そこにあの自転車ブロガーの島田さんっていう人と一緒に行って、でメロン食べたりしましたね。キハだ、キハ。30年もうそんなに経つんですか。もうって私は廃線になった時知らないんですけどね。API が、え、それで弾かれたりするんですかね。そもそも今ここが使ってるのは、そうか、 Google の API なのか。やっと切符、あ、そのあたりはそういいかな、いいかな。ちょっとポタファイ持って。30年、私はその廃線になったタイミングを知らないので。いいよ、あれ、いきなり臨行の乗ることはできるけど、おめでとうございます。誰、アピダン API がダン枯れて、あ、駅舎がない。あの
切符じゃなくて何でしたっけ、あれ、あの紙がびっしり貼り付けられて、あのガの大発生みたいになってた、あの駅舎がないのか今。でもこの状態初めて見るから、それはそれでいいかな。私は前もう見たことあるんで、皆さんはどうか知らないけど、私は見たことありますから。ニュースって、あ、これですか、この再生の。再生した後もこの古びた感じに、あの再現するんですかね。銀行、よし。びっくりした。もともと、あ、でしょうね。わらわら。でしょうねって言っても、よく知らないんだけど。で、あの、萌えキャラは前も言いましたね、確か。やった。駅神ですか。あ、今日は大気町の方に行きます。市街地の方には行かずに。これですかね。これ前もあったよな。同じやつだっけ。で、あれ駅舎じゃないですよね。あれは、あれ名刺でしたっけ、貼ってあったの。切符じゃなくて。あ、よし、ありがとうございます。ねえ。夜もう寒いですよね今。あ、雨ですか。え、3連休が雨。ああ、そう、これ知りませんでした。前来たことあるんですけどね。ああ、7、8年ぐらい前ですね。もうだいぶ前です。あ、そうだ、これちょっと小さくしよう。はい、何十年もやってるからな。ああ、うん、ここ今ペッできるから立派なの。立派だって同じ作れんだから。土台を今作ってるわけだから。土台これ入ったの、土台これだもん。これ前と同じような形にするんですかね。うん、全く復元するの。あの、その色とかもあんな感じで、もうなんか材料が全部使えるやつと使えないやつ分けたのか。あ、廃材も使うんですね。新房がまた何の出来上がるかなって楽しみだもん。よし、この店は皆さんきっと買わないでよ。ほら、今みたいな時にあの音量を簡単に絞れるっていう、ていうか今半端に映ってしまったな。で、ここで切符を買うのが定番なんですけどね。なんか、特に買いたいのはないかな、今のところ。切符売り場なんですね、ここは。ああ。でも当時はそれなりに本数あったんですね。1日に5本あったんで、6本か。あ、再利用、廃材もなんか使うって言ってますね。次の駅は確か、いや、店の人、そのあたりも結構微妙なんですよね。恥ずかしがる人もいるし。なのでちょっと私はそこのところの気遣いをしてみたりしてみなかったりで半端です。これね、私これ放送で来てないですよね。前放送で北海道に来た時にはこっち来てないし、そこ島田さんと一緒にいたから、なんか人と話しながらどうこうってイメージが残ってるのかな。あ、なんかあの、スカスカスカ。でもだからといって移す権利があるわけでもないですからね。私はなんか迷惑にならなきゃいいかなぐらいの考えですけど。でもあの切符集めてる人もいますよ。あの全ての駅の切符と定期券を集めてるとか、なんかすごい、あの徹子の旅って漫画の中にそういう人の話が出てきましたけど。キーホルダー、あ、ここのやつですか。引かれる。
幸福駅なんかさっき幸福駅で検索したら広島県とかいくつか引っかかりましたね。あれでもこれ前確か前入ったことないな、これ。うわぁ、キハ22って書いてありました。今あの現役で走ってるやつらは100とか110とかでしたっけ。ああそう、昔はですね、昔はあの車内で普通にタバコ吸えたんですよ。大昔のドラマとか見てるとこの国鉄でこの懐かしいな、これ懐かしいな、この灰皿懐かしい。絶対これの鉄道マニアの人で集めたりる人とかいますよね。あ、そうそう、木の床で扇風機ですね。そうそう、あの列車で泊まれるあの、何トレインだっけ、ツーリングトレインだったかな、何トレインだっけ、国鉄ですね。ホームにこれ、この吸い殻はどうだろう、当時のじゃないよな、単にマナー悪いとこここで捨てただけだよな。で、あとこの座席の色と、この座席も懐かしいな。私はこの辺り知ってる世代です。線抜き、ああなんかありましたね、この辺りに。何乗ったこと、線抜きこの辺りだっけ、どれだっけ。あ、扇風機の真ん中は、あ、特に書いてないな、あの JNR でしたっけ、あのロゴ。この鍵はこの浩二さんとマミさんの、これなんか勘違いしてないか、ここそういうこういう風習ないでしょ。浩二さんたちはあの風習間違ってませんか。中身は本当によく覚えてるな、これ。田舎では、ああまだあるとこは、ああいいな、葉っぱが、雑草があんな微妙なところに。北海道いいですよ、久しぶり来ました、4年ぶりです。おお、ああ根室本線、根室ももうあそこあたり列車なくなったらやばいですよね。根室は前岡場っていうライダーハウス泊まったんですけど、そこも良かったです。空気は今日はちょっと湿気が高くて少し霞んでる感じですね。いや、愛国の方には向かわずにもう南に向かいます。愛国も前行きました、あの辺りで野菜売ってたりします。キハ、キハ22ですよね、キハ22、そうそう、自重 33.9 トン。 33.9 トンっていうと74式戦車より軽いのか、これ。街は固まりだしな、お久しぶりです。熊池、あ、今回持ってきてないですね、そういや、冬ごもり前のヒグマの時期なのに。まあでも山の中には今回行かないんで、海沿いだけです、今日、あの、今回行くのは。唐辛子スプレー、唐辛子スプレーとか誤射したら大変ですよね。列車の知識、私はあんま知らないです。札幌出るんですか。戦車が確か74式が38トンだったっていう話を見たことあるんで、秋は配信、まあ配信というか旅行、もっとスニーグ行きたいですね。ただなんか行くとこが とてつもなく思いつかない。懐かしい BC 兵器ですね。まあさて、じゃあ次は中札内の市街地かな。日本、県で残ってるのは自転車で走ってないのは長崎だけかな。といっても大分とかもそんなにたくさん走ったわけじゃないんで。幸福、あ、いやどうですかね、幸福駅の由来って前聞いたことあったっけ。ちょっと待ってください。誕生年、自転車禁止か、大変な国ですね。長崎はあの前テレビの特番で宅急便だったかな、黒の黒山との宅配の
いろんなとあのその配り方の工夫とかの特集やってる時があって、あ、また今ここ止まった、ひどいな、なんか長崎ではあれ本当にしょいこで宅急便の人が担いで登っていって、しかも給料が特にそれで手当てつかないっていう、何食わないのいうのをテレビで見て本当かって思いましたよ。本当なんですかね、あれ。あ、また位置情報不意になった。楽しそう。これからここまだ今日覗いても8日間残ってますからね。旅行の初日あたりでなんか一番気分が浮き立つのはそのあたりかな。まだまだ何日残ってるっていう。止まらないですね。何だったんだろう。いや本当に、そっか、家が田坂の途中にあったらそんなに自転車乗る機会ないのか。オロロン台も今回行かないな。長崎どうなんですかね。でも体型変わりそうですよね、特に足回りが。というわけで幸福駅でした。次は中札内の道の駅あたりで昼ご飯食べようかな。あとなんか忘れてないか。飲み物補給してないけど、まあこのあたりは小さな市街地はあちこちあるからまだ大丈夫かな。現地採用だから、ああ、なるほど。幸福に考え、ああ、昔はもっと観光地に対して私は冷ややかでしたよ、冷ややか。私の昔の自転車レポートを改めて見返すと、まあ、これもゼットさんに言われたんですけど、なんだこんな観光地みたいなこと書いてますよ昔の私は。その尖ってた頃の私はちょっと観光地すぎて残念とか書いてますよ。なんだろう、アンチ観光地のアンチ観光地は、あ、バブルキー、うん、中札内、あー、滝は確かどうでしょうで出てきたやつですかね今も。まあそうですね、といっても観光地を否定するまで言うのはちょっと昔とはやっぱちょっと違うなって感じますね、自分の感じ方は。自分が興味ないものをわざわざ否定する必要ないじゃないかっていうふうに思うんですよね今は。いやでも根本的には多分変わってないな。こっからそうそう、もっと丸く人間関係を潤滑に、潤滑？人間関係を円滑にするために、私はバブル期じゃないですね。とか、あれ、あのバス停どうなってんだろう。中札内まで5キロ。体型はどうだろう。まあでも腹ちょっと出てきてるしな。明日の通過かもしかしたら止まるかもしれない広尾っていうところまで60キロ。私はですね、なんか半端に暑い。これ半袖ジャージだったらもっと気持ちいいんだけどな。長袖で今腕まくりしてます。オブルキー地面。そう、私はこう自転車乗るの自体が久しぶりなんで、1ヶ月以上ぶりなんで、今日は奈良市で特にゆっくり行きます、のびり行きます。あの機械なんだろう、後ろでなんかぐるぐる回ってる、なんだろう、土星の輪みたいなやつがある。土星の輪とも違うな。ジェットコースターの道って何ですか。道がまっすぐでって意味なんですかね。ジェットコースターが走ってる道じゃないですよね。氷河。ああ、海洋台、あれか。海洋台行ったことあります。あそこ有名ですよね、ツーリングマップルで。普段そうなんですよ。駅の近くに住んでるんで、
自転車移動はあの家の周りだとあんまりしないんですよ。みかん食べてください。そのバイクはまあ移動は一番いろんなものが見られて、北海道ツーリングって言ったら普通バイクですかね。ただバイクのデメリットは、バイクの弱点はあの飛行機とかで移動できないこと、できはするけど費用考えたら普通は現実的じゃないということですね。そう、私は今朝羽田空港7時10分発で8時45分にはもう帯広空港に着いてました。でそこから準備にたっぷり1時間以上かかって10時に配信スタートだな。で今回あのキャンプ用具は先に送ってたんで、それでも厳しいかなと思ったんですけど、なんとかあのアナの預け荷物のあの無料範囲の20キロ以内に収まりました。20キロをちょっとでもオーバーすると、あの21キロになるとプラス2000円の追加料金必要になるんで、で、すみません、なんか質問されましたよね今。あ、このカントリーさん昔と変わってない、確かローデーションにこれ出てきたやつだ、出てきたやつだっていくらでも出てきてるかな、ローデーションの中にはこの手のカントリーサインは。あ、これ皆さんに見えてないかな。そう、2000円プラス1000円とかだったら、1000円からプラあの何キロごとに1000円ずつとかだったらまだいいんですけど、いきなり0円から2000円なんで。で、荷物先に送ったやつはそれは10キロ以上あるかな。モチーフはひよこです。中札内駅のひよこちゃん、ひよこちゃん、ひよこのなんかです、ひよこ的ななんか。やっぱり配信も1ヶ月以上間が空くとコメント返すのが余裕ないな、コメント返し率が低いな。一応あのできるだけ失礼ならないようにという意図で頑張っちゃいるんですけどね。学生カバン、そう、先に送った荷物は10キロ以上は軽くあるはず。あ、マンホールの蓋、どっか見られるとこあるかな。母はまだですか。母は、まあ急いでないうちは特にないですね。忙しい、いや土日まで働くって忙しさはなかったです。あと基本的に最近残業なしぐらいの感じなんで、ほぼ残業なしなんで。で帰ってきたら時間あるのに、そう、あとリア獣、あ、リア獣ってことか、リア獣って動物になってるって意味かと。残業で、あ、それありますね。給料はだいぶ減ってますね。あ、なんか90式が道路走ってたりするんですよね、こっち。あのゴム履帯履かせたやつ。ん？何かごめんなさい。ん？あ、水準。中身は、あ、さっきなんかそういえば途中まで言おうとしてたのは何だったっけ。あ、それにデータもありますけど、あの GoPro のマウントのもうちょっと範囲化して、あのちょんまげの縦の長さを短くできるようなマウントを作りたいなと思ってたりしました。で、ブレンダーっていうオープンソースの 3D モデリングソフトの解説帳4000円のやつを買ったりしてました。あれも持ち腐れになりそうだな。あ、久しぶりです。あ、そうだ、あと YouTube ビデオと Google マップとあとプロフィールマップが全て連動するページを作ろうとして、技術的にはもう今できるあの情報は仕入れてるはずなんだけど、単に面倒くさくてやってない。あ、独身はお金は貯まってはいますね、減ってはいない。で、何なので、あ、材質ってマウントの話ですかね。あのナイロンポリアミドってやつです。 GoPro マウントのその 3D プリンタープリントサービスで
DMM で出力してもらったやつは。あ、そうだ、あとあのマウントと一緒にレンズキャップも一緒に 3D データの範囲で造形してたんですけど、造形依頼してたんですけど、あの 3D データはキャップの形してんのに、あのただのおせんべいみたいな形になっちゃってて、で DMM にあのこれあの 再出力とかしてくれるんですかって言ったら、あの申し訳ありません、やりますって言われたんだけど、あのまだというか、昨日発送の連絡があったんで、結局受け取りは返ってきてからになりそうです。なりそうですというか、それがありえないな。クレームは通りました。サービス、あのまだ、あ、一応元気は大丈夫、元気、あの体調は大丈夫でした、ずっと、はあ、結婚して自転車セーブがない、今退屈、あーでもまあそれはそれで、はあ、不備、まあそうですね、あれは 3D データ自体とのチェックってやっぱり人間がやらなきゃいけないから、数こなすためには見落としが出てしまったってことなのかな。家から会社は電車で1時間弱、近いところに越したい、もともと今住んでるところは会社まで自転車で35分の、あのしかも川沿い、鶴見川沿いっていうので選んだ場所だったのに、1年か2年ぐらいで場所が変わってしまった。大好き。1時間弱近い、近いですか。だってあの1日24時間のうちの2時間ですよ。12分の1だから、まあ 10% 弱が通勤時間だなんて。しかも起きてる時間に限定したらもっと割合増えますよね。で私はまあ独身だから、あ、まあ、そもそもあの自分ができる境遇にあるかっていうのも一緒に考えて、あのせっかくだから近くに引っ越さないのはもったいないなと思ってるんですよ。列車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 、うん、本当に、まあ、SF 小説読んだりしてるんですけどね。髪の時間、座れればですね、座れるか、あるいは満員電車で壁際に貼り付ければ、壁際に貼り付ければあの、ね、眠ることはできる。あ、列車だったら全部包括する言い方なので、列車が一番無難な言い方のはずです。まあ、一両のところもありますけどね、一両でもあれ、一応列車って言って通りますよね。根室本線とか1両だしな。来たか、ダウンサイジングエンジン、真ん中寝られますか。ん、イリジウム、映画も久しく見てないですね。何年見てないか覚えてないぐらいです。いつ見たっけ。赤身岡から、私は上岡と大岡山が混じってしょうがないんですよ、頭の中で。どっちがどっちだっけ、上岡と大岡山、大岡山の方が京急線だっけ、いや上岡だっけ、やっぱりわからない。あの大岡がかぶってるのがわかりづらいです、紛らわしいです。そう、釣り中に岡山か、大都会といったら岡山の大名寺みたいになって、あれどこから来てるんだろう。カメラ、あ、下向いてますか。あ、結構今触るの怖いな。どうですかね、もうちょい上。
ああ、マリオさん住んでるあたりもいいですよね。あ、いいですか。ただちょっと気になるのが、いや待てよ、ヘルメット取るのも怖いな。今ちょっとでも動かすのが怖い。 GoPro の方はちゃんと角度合ってるかな。でもこの GoPro の マウントをそのサービスで、プリントサービスで、ん D さん誰、引っ越しも、うん、まっすぐですよ。今回9日間です。9日間、マリオさんは今ブルベの3カ所とあと上の側にも入ってますよね。たまにツイートでお見かけします。私も最近大概ツイッターろくにチェックしてなかったですけどね。ん、夏休みがなんて、まっすぐですね。こんなにまっすぐだったら日焼けが、そういや今日は長袖長ズボンだから油断して日焼け止め塗ってない。このずっと同じ向きだと日焼けが偏るんですよね。あ、この辺りは、あ、私は帯広は一遍行ったことあるんですよ。で、確かユニクロだったか、島村は入ったことないの。私は確かユニクロでフリース追加で買ったりしたな。歩道も広いです。ん、あ、待って、ん、落車はしたことありますけど、この辺りは中札内の市街地いっぱいですね。昼ご飯どうするかな。まだ11時か。着いたの早かったから。セイコマ、あー、カード持ってくるの忘れた。まあ別にポイントとか溜まってないと思うけど、会員になってるとクーポンでちょっとだけ安かったりしますね。お、清方さんありがとうございます。豚丼かなと言っても、この辺り豚丼あるかな。前豚丼食った店はすごく美味しかった。今は中札内というところです。こんにちは。ああ、100円パスタ。あ、ドリンクランドってなんかハッピードリンクみたいな自販機エリアがある。山梨県とか長野県でいうところのハッピードリンクショップみたいな、 HDS みたいな。で、セブンイレブンがありますね。セイコマがないなんてはずはないけど、ガラナか。ああ、そういえば今日泊まるところに、昔泊まった時に近くの万世温泉っていうところにみんなで車で行った時にガラナ飲んだことがある。駄菓子っぽいですよね。ガラナ駄菓子っぽい味が、なんか懐かしい感じで。北海道に来てセブンはないだろう。北海道だったらセイコマしか入っちゃいけませんよね。とかいう偏ったこと言う、偏ったことを。でもセイコーマートっていうのは本当にすごく小さな集落みたいなところにもあったりするんで、そうそう、セイコーマ、セイコーマ、そうだらし、当たり前か。あ、やっぱりあった、セイコーマ、向こうの方にあります。あれは古い方の色の看板かな。セコマ縛りは本当は関係ないんですけどね。でも安いんですよ、セコマ。コンビニだけども妙に安いものが置いてある。ペットボトルも基本的に98円だし、セコマブランドのやつ。あ、当たっとくかな、パソコン。そうですね、なんだろう、最初の方接触悪かったのが馴染んできたとか、馴染むのに期待するしかないとか言った通りになったのかな。あち、だいぶ暑くなってきた。しまった、これ半袖持ってきとけよかったな。本当に明日まで半袖は今搬送中の荷物の中にあるんで。あ、今回クロスバイクです。マウンテンバイクはディスクブレーキのディスクのところが輪行の時に曲がりそうで、しかもあれが曲がったらもう走れなくなるんで、飛行機輪行厳しいかなっていうのと、あと単純に重いのと、
あとなんだっけ、あともう一つ二つぐらいちょっと輪行がめんどくさいような理由があったんですよ。でやっぱりあの輪行、あの 長距離で輪行の時には軽い方がいいですね。活源か、青りんご活源とかいろいろありますよね。あ、これ中札内の村役場か。焼きそば弁当ってあれですよね、あのカップ焼きそばのことですよね。ん？天丼？あ、また今ここ消えた。今ここはですね、なんか Google の API の、ん？ありがとうございます。かな？しょっちゅう勝手に切れるんですよ。なんか Google の API の話らしいんですけどね、Google マップの。ああ、予想外に暑い。20度超えないぐらいだから、寒いだろうと思ってたのに、意外と暑い。あ、新しい方の色の看板だった、セイコーマート。あの、ベタっとしたオレンジの背景の看板と、あと、なんかあの、オレンジから濃い赤の間の、南海町かある、あの、背景の看板があって、今全部あれなんですかね。昔はあの、一色のオレンジ色の背景だったんですけど、日差しが、ああ、多分そうですね。暑い、今日汗かくわけにいかないのに。お、竹蘭からいらっしゃいませ。竹蘭？あそこ竹蘭乗るんだっけ？竹蘭から除外されるような設定は、確かコミュ限でやったら乗らないんでしたっけ？やった。あ、そうだ。私はクルーズの設定を外してるだけだ。ん？サンタスヤ。帯広、あれそうですか？6連三発屋、うん、モナカ、これがあの北海道といったら、北海道のコンビニといったらこれしかないっていうセイコーマートです。ん、何やりました、誰に。あ、でも看板は結構古い感じがするな、このところで。結構大きな市街地になってくると、稚内なんか確か 5,6 店なかったですかね、市街地にセイコーマートが。うん、とかまあ、なんか今日全国的にってことはないのかな、暑いんですかね。さてどうしようかな。まあ飲み物補給だけですかね、まずは。じゃあちょっとここに一旦置いて、そう、セイコーマートで言ったらこの壁のこれ、このオレンジの斜めのヘリって何のためにあるんだろう。で昔に比べるとこの幅が狭くなっているような。あ、日焼け止め、そうですね。今日汗かいたって夜の着替えはないからやばい。下着も今日変えられないんだし。ん？強盗率？強盗ですか？でっけ。まあそれはいつものことです。じゃあちょっと買い物してきますんで、ちょっと待ちを。やっと。これもよかった。行ってきます。あ、そうか、下着か。一応なんか安いのがあるかどうか見てきます。
ムネオさんは足りたはず。トランクスだが、iPhone 5S は結局ゴールド買えなかった。ガリガリ君。弁当9日も休みあるのか。うちなら上司にまず辞表を出してからに白いからく大気ファームは寄りますか。落選した宗男さん元気かな。ロボさんといえばガリガリ君。ちゃんと音アイムの人とかを出しもガラケーなんだけどアイムとスマホを使えばいい。でもそういえば特区でコンビニで温めますか。が応援されるよいからくアーモンドグリコ略してアーモリ絞りたての牛乳と予想。今の今セイコマのブランドのペットボトルってないんですかね。よっと、そう、あ、汗かくんでその手ぬぐいを。よっと、ん？帰るか。こんにちは。よいしょ。もちろん麦茶です。ミネラル麦茶がですね、106円だったか5円だったかぐらいでしたよ。これって安いですよね。あと、今買えるうちに割高だったけど、100円じゃなくて168円かなんかだったけど、入手できるうちに1本売りのガスボンベを、燃料ガスを、可燃性ガスを、前これが1本で手に入らなかったがために大変な目に遭いましたから。麦茶ラーメン、いや、ドリンクもありますよ。これ使い切れるかどうかわからんな。でも使い切れないと飛行機には乗れないんで、まあでも帰り新幹線だったら大丈夫かな。
値段でもセイコーも安いですよ基本的に。それは支配する、まあそうですね。で、今日の目玉はこれかな。今回の買い物の目玉、二バナ、ルベ、よし。連休、そうそう、連休と重なってるのはあまり意識しなかったんですけどね。あと洋梨活源というのもあったんですけど、500の紙パックだったんでちょっと飲みきれないなと思って。キャリア、あ、曲がってましたね結構。今回またボルト付け直してきたんですけどね。で、ここからじゃ見えないか。活源、あ、ハード活源、私見たことないですまだ。ハード活源あるんですかね。な、虚しい。ナプキン買ってない。活源はですね、なんて表現したらいいんだろう。でもちょっと味を今頭の中で再現できなくなってる、記憶が薄れてるから、ちょっと飲んでから。ですね、カルピスよりも酸味がある。なんて言ったらいいんだろう。あ、そこに豚丼屋さんがある。豚丼ホエー豚950円か。うん、目の前に豚丼屋さんがある。うん、北海道基本的にあんまり安くないってイメージがあります。私は食事は東京とかとあんま変わらないイメージなんですよね。北海道は野菜とかが大量生産されてて安いってイメージがあると思うんですけど、で実際そういう野菜とかだけを買ったら安いんでしょうけど、食事屋さんそんな安くないですよね。で、なんて言うんだろうな、やっぱり難しいな表現が。乳酸菌飲料といってもそんなに乳成分は強くない感じなんですよ。ヨーグルト風味が入った果物ジュースみたいな方に近いんじゃないかな。うん、いや全然実質基本じゃないんですよ。テントとか自炊道具とか持ってきてるんですけど、そんなに活用してないです。楽な方に流れてしまって、年収5000万ぐらいだって聞いてますけど、あれ違う、700万でしたっけ。700万とかだった気がする。なんか それぐらいが標準とかでしたっけ。自分の年収計算したことないですよね。いらっしゃいませ。税金とかもう会社の言われるがままにやってるだけなんで、どうしようかな。まだでもちょっと時間早いんですよねとか言ってると逃すんだよな。年俸で、あ、そうだ、日焼け止め塗るの忘れてた。今500じゃなくて300もないぐらいじゃなかったですかね。いや、昼は自炊はまだ道具がないんですよ。道具は今黒猫山田さんの手にあるので、そうですね、リアバッグとヒップバッグだけ。まあバッグは構成は変わらなくて、バッグの中が満タンになるのと、あとここにテント類を積みます、後ろのキャリアの上に。着替えの調達、あんまりそういうのなかったです。お腹、結構私腹はですねよく痛くなるんですけどね。700万、とりあえず露出してる腕のとこだけでも塗っとくか、日焼け止め。充電これですか。前私は東電したことありますけども、具体的には何だっけ、三つの駅南清里のなんたらかんたらってとこで、でも反省してもうやらないことにしました。でもいっぺんやったことあるから、人がやることに対して私はどうこう言えない、言う権利ない。30分こげばコンビニ、あ、そうですかね。なんたらかんたら辞書、とりあえず告白はしました、放送上で。ありがとうございます。もう黙ってるのがかっこ悪くて耐えられなかったんで。とりあえず軽く塗っときました。そうそう、今日は、いや今日は宿に泊まります。
荷物が、あ、でもこれワンタッチで外せるんですよ。本当にあのこの取っ手を持ってあげるだけでスパッと外れます。よし、あ、どっちだっけ、これでいいのか。あれ、やっぱり間違ったか。ボリュームの どっちがどっちだか。こっちか。ボリュームスライドバー後ろにやると音が上がるのね。今のスピーカーのボリューム調整逆側にしてました。ん、半沢ツイッターでなんかあの半沢直樹でしたっけ。でも文字列は見るんですけど何のことか分かってないです。よし、とっても便利。40代はなんか40代な感じがする。同じ40代だから。スペイン製あれですか、それもどうでしょうのやつですかね。あの白い日焼け止め塗った2人が白い壁のとこに立ってるとかいう、あれ店やってんのかな。あ、でもランプが回ってるからやってますよね。どうしよう、昼飯、あ、ドラマ、スパイロボとか、そう思ってましたよ、私も。半沢はアマちゃんの彼氏。ああ、そうだと思ってました。私は最近アニメ見てないな。アニメも見てないな。彼です。無理で。よっと、人は今のはどれだろう。昼、いや、そこで食べようかどうか迷ってるところです。この先別にそんなになんかもっと吟味して、あ、でも道の駅があるな。今日はあの徒歩宿というか、まあ、民宿ですねに泊まります。ん、倍返し、倍プッシュじゃなくて、あ、これあの中札内のトレードマークのあのひよこです。わ、ちゃんと形は作ってあるんだけど色がだいたい2回植えた形になってると分かりづらいな、こりゃ。もうちょっとあの黄色のところが鮮やかに色が違ってないと見づらいな。そうそう、ひよこ結構細かくちゃんとあの細い黒い線とかも石でちゃ全部作ってあるんですよ。クッキング多分明日以降に。ん、な、何したで、あ、花鉢だ。この鉢かわいいんですよね。この模様も綺麗だと思うんですけど、黒くて丸いとなんかみんな怖がるんですけどね。かわいい。あとこれラベンダーですかね、この花は。あっち、かわいい。網走は行かないです。あの辺り今だいぶ寒いんじゃないですかね。うん、これは多分刺さないんじゃないかな。丸花鉢ですかね、これ。丸花鉢ってもうちょっと黄色くなかったですかね。でもあの 毛がふさふさして見える。別にあの動物の毛とは、動物っていうかあの哺乳類とかの毛とはまた違うんだろうけど、ふさふさしてると可愛く見える。で、ちょっと待って、昼飯をどうするか。私がさっき迷ってたのは、道の駅があったらそっちのレストランの方がなんかあの名物っぽいものがあったりするんじゃないかなと思ったんですけどね。ただこういう店も結構惹かれる。ちょっと待ってください。道の駅が近くになかったっけ。あ、スヌーベパーツ。網元。あ、でかいとこ怖がられますよね。こんにちは。北海道です。今は、あの、今ここまだ止まってますかね。あ、すぐそこにある。まあ、道の駅にちょっと行ってみようかな。あの、広いと撮影できる可能性、あの、放送しながら食える可能性もあるんで。お、100キロ。ハムラですね。カップ麺。北海道のいかにもの市街地ですね、この辺り。そうそう、こんなイメージ。でもうちょっとあの流行ってる、わ、パンの匂いがすごい。田村ゆかり誰？あ、パスタ。パスタもいいな。あ、あのひよこはちゃんと分かりやすい。
ちょっとあの遠いかもしれないけど、あのひよこです。高い、そうですね。よそ神社、ああ確かあの行き止まりみたいな、あの羽村の羽村石のさらに先のちょっと行き止まりみたいになったとこでしたよね、川沿いのあれです。外れると、ああまあそれはそれで思い出に。でもまああの個人経営の店とかから見たら、道の駅は補助とかもらっててちょっと苦々しいとこもあるでしょうね、そっちに客取られたりしたら。道の駅は基本的にあれどっからの補助が出るんでしたっけ、国、うん、ん岐阜寺さん、え岐阜寺って何でしたっけ、に偽富士、えスタミナ補助9日間の予定です。今日含めて9日間たっぷりあります。あ、国交省ですか、道の駅っていうぐらいだからそうなのかな、補助店、うん、それもあるんですよね。でも今私は無難な道の駅の方に流れつつあります。すぐそこなんで、ん今日なんて、あ100均がこんなとこにあった、こんなとこに100均が、一応 USB 延長ケーブルあったら買っとこうかな、どうだろう、こういうとこの100均あるかな、あのセリアとかだったらあったんですけどね、と途中参加ですか、どうやって来るつもりなんだろう、よっと、あれこれセリア、ここってセリアですか、セリアの系列というかセリアそのものだったら多分ある USB 延長ケーブル、まあ原因が延長ケーブルかどうかわかんないけど、念のためにちょっと買っとこうかなと。というわけでまた留守にしていいですか、ダメって言われてもしますけど、コモア、あコモア持っていきたいな、コモアしようつとか、そうですね。でこれどうしてもあのこっち側向けてカメラ置いといたりすると人が映るんで、また空見ててください。ダメ、すいません、ダメか、ダメかもしれないが、ああ下着もあるかもしれないな。ただですね、100均は足されると長いんですよ、下手したら5分以上かかると思うんで、ちょっとその辺ご容赦ください。こんにちは、じゃあ行ってきます。よっと、
ありませんでした。残念。あった。おかえりなさい。関係ないもの買ってきました。戻ってきたときに一応顔ぐらい見せとこうかなと思って。で、聞こえて、あ、マイル、マイルは全然溜まってないです。飛行機チケット無料にするほどのマイル貯めるとしたら、飛行機乗ってるだけじゃ足りないですよね。で、今日ですか。今日は大気町に向かいます。大気町、体重と書く大気町。それでも分かりにくいな。大きな木の大気町です。大きな樹木の樹ので、ですね、品揃えはここセリア準拠なんですけど、サブセットのセリアみたいな感じで USB の携帯充電ケーブルは置いてあるけど USB ケーブル自体は置いてない感じでした。感じというか置いてませんでした。残念。まあ関係ないかもしれないな。横浜からここまで私は移動時間だけでいうと1時間半ぐらいで来ました。わざわざそんなぼかさなくてもいいんですけどね。しけてやがる。じゃあ道の駅行ってみましょうか。ここにあったらなんかこの色あれですよね、イオンっぽいですよね。イオンとかジャスコっぽいですよね。もう10っていうとこみたいです。札幌ドラッグストア。車、あ、そうそう、あと私が旅行する先ではだいたい駐車場が広いです。私が好んで行くような場所は。今日は車の話題が、でも時期的には今やばい時期なのかな。冬ごもりの前の、まあでもまだ冬って感じは全然見えないな。何お願いします。お、お、飽きられた。あ、また来られた。片手をウィンドウにかけて、なんかちょっとズボラな感じでこっちに向かって吠えてるのが可愛い。マルチーズみたいなやつです。しかも2匹います。どっちしろ白い点が落ちてるだけですよね、放送上は。なんか片前足だけ出してるのが可愛い。菓子折さんかな。そう、久々です。熊か。宿決まってます。今日は徒歩宿の赤霊館というところ。あそこの食事がですね、まあ、普通の家庭料理みたいな、割と洋風の割合が多い家庭料理みたいな感じなんですけど、前行った時むちゃくちゃ美味しかったんですよ、夕食。あと猫がいました。営業部長のミーさんという営業部長さんの猫がいて、営業部長さんである猫がいて、でも11年前だからもうあの猫はいらっしゃらないだろうから、世代変わってまたいるのかな。あ、妹行ってないです。まだオープンしましたよね、箱市のあそこの建物のとこの隣だっけ、下だっけのとこですね。腹いっぱい食ったら、腹いっぱい食うとさすがに気持ち悪くなるんじゃないかな。唐揚げ屋さんがあるくらいか。焼き鳥屋さん。ん？赤いの？彼女、なんで知ってんすか、そんなこと。いや、できてないですけど。レストランどれ？ジンギスカンか。うわ、飯。いや、どうですかね。多分、オーナーさん変わってないだろうから、下手したらグレードアップしてるかもって、あんまりなんか期待させるようなこと言うと、そうでもなかったっていう時によく、なんていうか相対的に悪い評価になってしまうんで。面白い恋人大阪でしたよね。ん？フラッグ、あ、今立ってました。北連のフラッグですよね。北連だったりレッドバロンだったり。これ中札内のひよこキャラクターです。よく見たら戸坂があるな。ひよこじゃないのか。主に、今回はですね、襟裳岬を通って行って苫小牧まで行ってから青森の八戸にフェリーで渡ってみようかなと思ってます。
実はあの今日のルートは一応新規のルートですけど、明日からのその襟裳岬回るルートは11年前にいっぺん来てます。え、何が言って、あ、レストランあっちか。え、ひよこってトサカ、ひよこの段階でトサカ生えます？そうなんですか。豆資料館ビーンズ邸。ビーンズ邸は十勝で生まれ育った豆畑拓夫、通称ミスター・ビーンズの家です。何これ。ミスター・ビーンズは十勝の大平原を開拓し、豆栽培で成功した家で生まれ、新種の豆を探しに世界各地へ旅に出ました。豆の魅力を多く、自宅を開放しています。え、自宅を開放していますってことは、これは歴史の人物じゃなくて、ミスター・ビーンズさんっていうのは今存命の人ですか、もしかして。ミスター・ビーンズさん、よく考えたらミスターとさんがかぶるな、それだと。ミスター・ビーンズ、十勝で生まれ育った豆畑拓夫って、あれ自体も本名じゃないだろう、どう考えても。豆畑、あの開拓の拓の拓を、豆の知識みたいですね。うん、放送じゃなかったら入ってみたいんだけどな。放送だと入っていいかどうかっていうのは微妙になるから。入館の際、スリッパに履き替えてください。うん、他のお客様のご迷惑になる行為はとかあるから、やっぱり。あ、顔出してたって、やっぱり今その、今ので、これはレストラン？あ、なんかいい感じ。いい感じだけど、放送は難しそうなとこだ。解明。あ、ビアンキできてます。飛行機輪行がちょっとあれ、ディスクブレーキのマウンテンバイクだと不安があって、実際問題が起きそうな気がしたんで、これは何を出してるとこなんですかね。結構混んでるな。なんかまた止まりましたか。定食屋さんかな。これはちょっと放送できないですね。でもなんか店自体すごく良さそうに見えるんで、放送を止めて食ってきちゃいましょうかね。そば、多分そばじゃないかな。でも定食もあるみたいだし。うお、ここはなんかすごく熱気が、あ、それのせいか。自転車、じゃあ自転車見せますね。自炊道具がまだ手元にないんです。こうです。いや、他のお客さんが明らかに移ってしまうんで、私の方もその落ち着いて飯が食えなくなっちゃうのはあれなので、カタカナで書くあれなので、設定。いや、こうしてまで、今店の中の様子からもう放送自体はどうやったって無理があるんで、一旦これで止めます。景色、でも今日これバッテリー1個しかないから、やっぱり節電もあって、放送は一旦やめます。で、今のところ調子いいですね、これ、ウェブカメラ。ツイッターで、あ、そうですね、ツイッターで。鍵は、ここではかけなくていいと思う、大丈夫だと思う。私は性善説人間なので、とかいうわけでもないんですけどね。外からの。じゃあ、一旦ここで終わらせて、多分13時ぐらいからまた再開すると思います。じゃあ一旦これでやめますね。止めますね。ありがとうございました。じゃあツイッターの方で昼飯写真とかあげます。それでは絶大なる ありがとうございました。お疲れ様です。終了。お疲れ様です。動画、ありがとうございます。じゃあ GoPro の方もこれで一旦止めます。では。